ちびちびお稽古、こんにちは、まあです。今日はこの空っぽになったミルク缶を使って工作していきたいと思います。誤飲がないように工夫して作ってはいますが、実際に作った際には目を離さずに見ていてあげてください。まずはこのミルク缶の側面に合わせてフェルトをカットしていきます。大体で合わせてカットしていくんですけど、この時ちょっと大きめにしとく方がいいです。大きいのは切ったり折ったりできるけど、小さくなってしまうと足りないってなるので、結構大きなフェルトが必要になってくると思います。ミルク缶大きいので、なのでちょっと大きめに余裕持って印つけます。この印に合わせて折って、ここで切っていきます。このフェルト、ダイソーさんで100円で売ってる大判のものなんですけど、結構大きいサイズで便利です。ダイソーさんに行くことがあったらこのフェルトぜひ見つけてみてください。合わせてみるといい感じです。なのでここもちょっと余分めに取りつつ、はみ出てる部分をカットします。続いてはこの蓋に合わせてフェルトをカットしていきます。これをボンドでくっつけて、両面テープでもくっつけて、貼れたらこれで乾かしておきます。縁はしっかりとくっつけておきます。続いてこのミルク缶の側面の部分はこのフェルトです。このフェルトはミルク缶本体にくっつける前にチークグッズをくっつけていきます。まずはこの目打ちを使ってこのフェルトに穴を開けていきます。この後見ていってもらったらわかるんですけど、引っ張る方と引っ張られる方が対になるようなものを作っていくので、2個セットで穴を開けていきます。穴が開いたらこの刺繍糸を今作った穴に通していきます。色が決まったら穴に早速通していくんですけど、この目打ちを使うと簡単に通ります。穴をもっと大きく開けると毛糸なんかでもできると思います。通りました。こうやって通していって、裏側から見た状態がこの状態です。つながって見えている状態、表側から見ると2本ピンピンって出ているようになっています。続いて他の色も同じように通していきます。3色3本通せたら、裏側から見てこんな感じ、そして表側はこんな感じになっています。ここに仕掛けを作っていくんですけど、この椅子の下につける傷防止クッション、これを使っていきます。これがなくてもできます。今回たまたまこれを持ってたので、厚みを持たせるためにもこれを使っていきたいと思います。それではここからこの傷防止クッションの表側と裏側にフェルトを貼っていきます。肩を取って丸くカットしてボンドで貼り付けていきます。傷防止クッションは椅子にくっつけるために片側には粘着がついているので簡単にくっつきます。しっかりとくっつけたら、次はここにワッペンをつけていきます。これができたら続いてはこの紐にくっつけていきたいんですけど、間に挟むだけではちょっと弱そうなので、思いっきり引っ張られても大丈夫なようにこの内側にちょっとめくって、内側に目打ちで穴を開けていきます。この穴に紐を通して、何回か結んで、さらにボンドをつけて強度を高めたいと思います。これで紐の片側いちごちゃん完成です。この反対側にはこれです。これをつけていこうと思います。セリアさんの手芸コーナーに売ってました。ちっちゃい木の輪っかです。この輪っかに紐を結んでいきます。こちらも何回か結んで、さらに何重にも巻きつけて結んで、余分な刺繍糸をカット、ボンドを垂らして頑丈にしました。
ボンドをさっきから使っているんですけど、口に入れて心配な方は結ぶだけにすると良いかと思います。同じようにあと2色作っていきます。黄緑はボールです。あとは同じかって思われたと思うんですけど、この後この右上に今出てる蓋の方にもチークグッズをくっつけていきますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。こうやってお話ししている間に作業は進み、この青はゾウさんです。こちらも同じように輪っか部分しっかり結んでボンドをくっつけたら完成です。こんな感じで黄緑の糸がついている輪っかを引っ張ったら黄緑色のボールが来るという感じです。色を覚えるのにも良いかと思います。またこのゾウさんっていう言葉を覚えるのにも良いかと思います。それでは一旦このフェルト側面部分は乾かしておいて、蓋に移っていこうと思います。この蓋のこの動く部分はそのまま置いておきます。カッターで丸とか三角に穴を開けてポットン落としにしようかとも考えたんですけど、この蓋結構硬いので目打ちで穴を開けることにしました。思い切って今穴開けてます。意外とすんなり入りました。こんな感じです。目打ちだとこんなに簡単に穴を開けることができました。ですがこれをカッターで切るとなると結構大変かと思う硬さでした。なのでカッターで開けるのは怖いなっていう方にはこの方法おすすめです。目打ちでこんな感じで穴を開けて、この穴にゴムを通していきます。ゴムはこれです。マスクのゴムを使いたいと思います。ヘアゴムでも何でもいいんですけど、このマスクのゴム細いので通しやすかったです。目打ちの穴がちっちゃいので細いものの方が通りやすいかと思います。このゴムにビーズを通していきます。今回私このちっちゃいビーズしかなかったのでこのビーズを使うんですけど、誤飲が怖い方は大きなものを使うとか、ビーズじゃなくて何か違うものを使うようにしてください。ですがこのビーズしっかり後ろでゴム結びますので、そうそう取れないとは思います。あとはゴムの強度ですね。ゴムがちぎれなかったら大丈夫かと思います。それではゴムにビーズを通したら大体の長さでカットして、これをさっき開けた穴に通していきます。蓋の厚みが結構あるのでグイーッと押さないと通らないです。両方通ったらこのゴムを後ろ側でしっかりと結んでいきます。気が済むまで結べたらカットします。表側向けるとこんな感じです。こうやって引っ張ってパンパンって遊ぶことができます。1個じゃ寂しいので簡単に穴開いたのでこれでもう1個作っていきたいと思います。次はピンク系でいきます。こんな感じのビーズ色合いにしてみました。どんな色にしようかなって選ぶのも楽しいですよね。赤ちゃんにとってもカラフルな鮮やかな色に触れるのは知育的にもとてもいいとされていますので、ぜひいろんな色取り入れてみてください。それでは残るは裏側に行きたいと思います。このペーパーストローを半分に切って、この水風船の中に紙粘土を入れていきます。紙粘土はこうやって細くすると入れやすいです。細くできたら入れてみましょう。こうやって太い部分は入らないのでこんな感じでちょっとずつ入れていきます。水風船なのでちょっと入れるとすぐいっぱいになっていきます。で入ったらこのストローで押し込んでいきます。押し込めたらゴムで縛って1本バチの完成です。2本目も同じように作りました。動画の最初でも流したんですけどこの音がいいですよね。ということでバチが完成したので順番に本体組み立てていきたいと思います。まずは側面にさっき乾かしておいたフェルトを貼っていきます。両面テープをまずはこんな感じで貼っていって、この上にフェルトをこんな感じでくっつけていきます。この端っこ部分はフェルトとフェルトなのでボンドでくっつけます。こんな感じでくっつけました。そして後ろ側太鼓にしたい部分は
型を取ってハサミで切ってボンドと両面テープでくっつけていきます。太鼓部分出来上がりです。遊び終わったら太鼓のバチはこうやって片付けることができます。片付ける練習ができるっていいですよね。それではいよいよ出来上がりです。こんな感じで引っ張って遊ぶことができるコーナー、そしてこちらは引っ張るという点は同じなんですけど、ゴムなので引っ張り心地が違ってきます。そしてちっちゃいビーズを掴むっていうのも指先のチークになりますね。最後は蓋を開けてバチを取ってひっくり返すと太鼓です。こちら太鼓ドーンドーン、最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。